それでは、ただいまに私初の無形民族文化財登録を記念しまして、岡田林お花の式を開始いたします。続きまして、報告祭を本殿内で執り行います。本殿内のスペースは限られておりますので大変申し訳ありませんが、お呼びする方のみ本殿内へお上がりください。鉾田林保存会会長副会長、鉾神社氏子総代の皆様全員、鉾田市長岸田和夫様、区長の皆様を代表しまして、桜本区長田島孝勝様、鉾神社氏子青年会会長荒野圭一様、本殿にお上がりください。よろしくお願いします。それでは、鉾神社池田宮司様よりご挨拶いただきます。よろしくお願いします。本日は大変忙しい中、盛大にお集まりいただきまして、この鉾田林の保存という観点、それにこれも皆様方のご尽力そしてご支援の賜物と感謝いたします。どうもありがとうございました。この無形文化財になったのひとえに会長の岡田さんの一途なるご支援、ご協力、そして努力が賜物と私も感謝する次第でございます。どうもありがとうございました。これからこの鉾田林も幾久しく長らく文化財として皆さんのお力をお借りしまして守っていきたいと思いますので、一つご協力をよろしくお願い申し上げまして、簡単なんではございますけれどもご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、鉾田林保存会会長岡田と竹春より挨拶させていただきます。本日はお忙しい中にもかかわらず、鉾田林民族無形文化財記念式典におき誠にありがとうございます。昨年11月24日に鉾田市で第1号となる無形文化財に認定されました。大変名誉なことであると思います。これもひとえに宮司さん、総代の皆様、各町会の皆様、市長さん、担当の生涯学習課、
あと保護神社青年会の皆さん、諸先輩方のご協力いただき、できたものだと思います。お言葉、お言葉林はテンポもよく軽快なリズムで自慢のお囃子でございます。私個人的には早バカや市長名がとても気に入ってます。コロナで3年祭りができなく、みんな大変な思いをしたと思います。3年ぶりの祭りは寄付や人を集め、これから苦労をすると思いますが、皆様のご協力のもと、今年は盛大に祭りを開催したいと望んでおります。私たち和菓子は祭りを良くするか常にいつも考えてます。時々先輩に怒られることも多々あります。八丁内で熱心に話し合いをしてます。どうか皆様、これからも祭りがずっと続けていけますよう、ご指導のほどよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、鉾田市市長岸田和夫様よりご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは。ただいまですね、ご紹介いただきました鉾田市長の岸田でございます。本日は鉾田市指定無形民俗文化財に登録されました鉾田林広めすきがですね、このように多くの方々のご参集のもと開催されますことを心よりお喜びを申し上げます。また皆様方には日頃鉾田市に対しまして力強いご支援ご協力を賜りますことを厚くお礼申し上げます。先ほど岡田と会長からありました通りですね、私の方に約5年前ですか、いろんな部分でお話がありまして、なんとか大正5年から100年以上続いているこのお祭りの岡田林をなんとか格を上げたい、そして後世に未来永劫を残したいという思いで相談を受けました。私も微力でございましたけれども、教育委員会の方に担当の部署に話を持っていきまして、会長は話しませんでしたけど、私がちょっと話す。相当苦労してます。これ簡単に登録はされませんから、私の力は市長という立場でそういう問題じゃありませんから、本当に厳しい中の審議会を通っての初の登録でございます。そういう中で自分の正義を持ちつつ、いろんなものを集めて教育委員会行き、教育委員会の方とまた話をして、本当にですね、大変苦労されました。当然会長のもとには副会長と多くの方々がいたと思います。そういう方々の苦労にですね、私も敬意を表したいと思います。私も5年前に新町が当番長でございましたけれども、私は皆さんご存知の通り太陽丸の生まれでございまして、祭りのことはよく分かりませんけれども、佐伯委員長という大役を仰せつかりまして、ここにおります総大の皆様はじめ多くの方々のご協力のもと、大がなく止めました。本当にありがとうございました。そういう中で私が何が一番協力できるのかなと、やはりこの鉾田市はこの今皆さんがいるここが一番活性化しなければ鉾田市の発展はないと思っております。そういう中で会長から話があった時、また多くのアロンさんからもありました、また総裁の皆さんからも市長何とかしてくれよと、何とかお願いします、そういうのもありました。また若い衆からもありました。そういうのも含めまして、今コロナ禍においてこの世の中鉾田も同じでございますけど、閉塞感漂う
状況を打破するために、本日のお披露目式をもって、さらにですね、北田氏がこのコロナを打ち破って北田氏の活性化の一助となるよう皆様方にお願い申し上げます。これからも後世にこの北田林を残していくために私たちも協力いたします。結びにあたりまして、北田林保存会のますますのご発展と、本日ご参集いただきました皆様方のご健勝とご多幸をご記念申し上げまして挨拶をいたします。本日は誠におめでとうございました。ありがとうございました。続きまして、鉾神社氏子総代を代表しまして、荒野義雄様よりご挨拶をよろしくお願いいたします。どうも皆さん、改めておはようございます。ご紹介いただきました、当神社責任役員氏子総代の荒野でございます。まあ、本日は、多くの皆さんのご参集のもと、鉾田市指定無形民族文化財登録記念鉾田林お披露目会がこのように盛大に開催されますこと、誠におめでとうございます。私自身、物心をついた時から、まあ、夏の風物詩として、あの祭りの林の練習が聞いてなか、毎年毎年聞こえて、ああ祭りだなというような実感が毎年している思いでありましたが、ここ3年本当にまあコロナ禍の中ということで、本当に申し訳ございありませんが、祭りの中止ということ、また、縮小で、開催したと本当にまあ残念でならなくて寂しい気持ちでおりましたところ、まあ、この、指定登録員になったという一報を聞きまして、本当にまあ嬉しいと思っている次第でございます。この、この鉾神社、まず鉾田林の、まあ鉾神社のお祭りの林でございますが、この当神社、1576年にこの地に創立創建され、以来447年間、私たち氏子のために無病息災、五穀豊穣の神として、本当に、まあ、私どもの氏子の氏神様としてこの地に鎮座して現在に至っております。まあ、この鉾田神社の、お祭りは発祥はいつかということでちょっと、調べてみましたら、まあ、鉾田ちょうど鉾田市の郷土文化研究会の方々が書いた資料がございます。その中に、まあ大正4年に、ここの拝殿に、置かれておりますが、まあ、前の、神輿を購入したからして始まったということが書いてございます。まあ、翌年にはこの神社の神殿でございます橋向こうに、が山車を購入して、当然まあ巡行が始まり、そこでまあ鉾田林も始まったかなというのが考えられております。その後、新町、三五町、古地区とか野菜や獅子が、繰り出しまして、本当に、祭りごとに、まあ、先前はこの四大の団体出し屋台肘で、お祭りを盛り上げたということが伝えられております。まあ、その後、まあ終戦後ですか、戦後は、本当に、まあ、残りの町内、また、町内ごとにも分割もございましたが、今現在本当に、8代の出し、で、巡行というか、本当に、まあ、発展が著しいと思って嬉しく思っている次第でございます。まあ、この長く、まあ、100年から続く、お祭りでございますが、これが、今現在の形で本当にまあ変わったのが、2代目の、私、神輿を新調した平成13年からかなと思います。それと前後しまして、祭り曜日の、変更ということで、初日開催ということも、まあ、本当にまあ長い歴史を持つ中で英断としてくださっていただきました。本当にまあ今、年々、重なっている、この、田舎というものですか、鉾田の、から出てった、皆さんがやはり今お盆
正月よりお祭りだということで帰ってきて、気がするように、まあ、土日完成ということで来て、本当に良かったと思っておりまして、まあ、今は本当に、皆さんのおかげで、まあ、私の方も2代目、3代目となって、本当にまあ、賑やかに、お祭りを開催というのが、まあ、現在でございます。まあ、しかしながら、この近年、全国的に見ますと、本当にまあ、大きな、まあ、創業的な、お祭りは、年々栄えてきますが、その一方は、地方ですか、地方の本当に小さい、まあ、過疎化とか人数不足で本当に、お祭り自体が消滅するっていうような時代になっているのが現状だと思います。まあ、お祭り自体がなくなるということは本当に祭り囃子もなくなるということでございます。ぜひ、まあ、鉾田の方も、ここ、3年この中で来ましたが、本年は今まで通りの3日間祭り執行ということで、まあ、来月の方が総大会で決定させていただくと思いますので、本当にまあ各町内の祭り囃子の保存会の皆さんには、3年ぶりの、晴れの舞台でございますので、一層張り切った、気持ちで、まあ、進んでいってもらいたいと思っています。それと一つ、もう一つ一番大事なことは、この祭り囃子、お祭りには本当に祭り囃子がなくてはならない。逆に言えば、祭り囃子はお祭りのためにあるということでございまして、お祭りをなくさないためにも、また祭り囃子をなくさないためにも、本当に皆さん、普段を担当改めて今現在、お囃子に従事している各町内の、皆さんには、後継者作りというのも一つお願いしていきたい、いってもらいたいと思っております。本当に、まあ、このコロナ禍明けてめでたい鉾田囃子の、無形民家財無形文化財ですか、無形文化財の指定ということで、おめでたいことのが今年あってお祭りを向かってきますので、まあ、皆さん、このお祭りの皆さん、それ以上に、まあ、町内、全町内でやって楽しいお祭りを進めていきますので、一つよろしくお願いしたいと思っております。まあ、最後になりましては、本当に、まあ、この無形文化財の指定ということで、本当に、まあ、ご尽力を尽くされました岡崎会長をはじめとした保存会の皆さんに改めて敬意を表しまして、挨拶に返させていただきます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、これより乾杯に移らせていただきたいと思います。皆様におかれましては、乾杯の準備ができるまで今しばらくお待ちください。それでは乾杯のご発声は、鉾神社氏子青年会会長新野敬一様にお願いいたします。皆様ご起立のほどよろしくお願いいたします。
鉾神社富士子青年会荒野でございます。先日ですが乾杯の音を取らせていただきます。本日は鉾田市指定無形民俗文化財登録記念式典が過去も盛大に、お披露目されたことを心よりお喜び申し上げます。今後はですねこの指定文化財に登録されましたことでこの鉾田林を、たくさんの子どもたちに継承していただき、この鉾神社の祭りを盛り上げていただきたいと思います。それでは皆様ご唱和のほどお願いします。鉾田林保存会のますますのご発展、また本日お集まりの皆様の、ご健勝ご多幸をご記念申し上げまして乾杯。ありがとうございました。続きましていよいよ鉾田林の披露になります。昨年11月24日に鉾田市初の無形民俗文化財に登録されました鉾田林になります。鉾田林の元祖でもあります橋向こうによるお囃子となります。お囃子の説明を橋向こう鎌形次男様にお願いいたします。それではよろしくお願いします。はい、皆様こんにちは。今紹介をいただきました、橋向こうの鎌形と申します。本日は、鉾田林無形文化財に登録誠におめでとうございます。鉾田林橋向こう伝統を、継いできているということから、今日は、鉾田のでやっている八町内の、団体を代表しまして橋向こうが鉾田林を、やらせていただきます。先ほど総代の挨拶に鉾田の神社は大正4年から始まったということがありました。鉾田林はその数年後から始まっておりまして、大正時代からですね、もともとこの鉾田で、生まれ育ったわけではなくて、お祭りをやりたいということで近隣からお囃子をこう招いたところからが発足だと聞いてます。橋向こうのお囃子は、その昔は隣の麻生町から、当時芸者さんたちを呼んでお祭りのお囃子が始まったらしいですが、その中でその麻生町でやっているお囃子の中に、佐原林であったりその近隣でやってた囃子が元になって鉾田林、今の現状の鉾田林となっているというふうに諸先輩方から聞いています。その後いろいろな交通路も発達と同時に、石岡とか、近隣の林も少しずつ取り入れて、今の形が続いています。昭和51年っていうと、私は今58なんですけども、中学校1年生の時、だから45年前ですかね。45年前に諸先輩方の尽力をもとに鉾田林の保存会が発足しました。これは子どもたちにこの鉾田で生まれたお囃子を、伝統として、受け継いでいくということを趣旨に設けられて、今現在に至っているわけです。で100年近く、お囃子をこう継いでいくということはこれは並大抵のことではなくて、もちろん自分たちとか諸先輩たちこうお囃子に関係している、尽力もあるんですが、この地域の人たち、お囃子の練習ってここの鉾神社でやったのが自分たちは初めてなので、夜お囃子をやるとすごくうるさかったと思います。腕もそんなに上手でなかったのにそれをこう優しくですね、受け取ってくれて、ああ今日も練習やってるんだなっていうふうに、見守ってくれてですね、その歴史が今に至ってます。なかなかこの伝統を引き継いでいくのは容易ではないんですが、そういった方々の尽力をもとに今現在に至ってます。で今日はちょっと話が長くなりましたが、そのお囃子を、皆さん諸先輩方説明するまでもないと思うんですが、ちょっとかいつまんでこういう曲があるっていうのを少しずつ解説しながらお囃子をやらせていただきます。よろしくお願いします。では、早速ですが、3曲続けてやります。早バカと
おかめとひょっとこです。もう聞き慣れた曲で、まあ、詳しい説明はないかと思うんですが、橋向の早まかは実は3通りあります。おそばか、中ばか、早まか、その場面場面によって、使い分けてるんですが、何が違うかというとテンポが違うだけです。テンポが違うだけというか、私が初めて出るときはおそばかで、次に中ばかで、出汁を早めたいときは早ばかでっていう風に、あの使い分けてやってます。非常に威勢がいい曲で、今から祭りを頑張るぞという気持ちにさせてくれる曲です。次はおかめ、引き続きておかめがあります。橋向のおかめは、まあ、通称我々はおかめとはあまり呼んでなくて、あ、我々はというか自分たちより上の世代ですね、まあ、あんばと呼んでます。これはあの稲敷くんの阿波地方の、まあんばというお囃子が沢に伝わって、これが鉾田囃子に伝わってきているところから、我々はあの、まあ、我々年配の部類はあんばと呼んでます。踊りが緩やかなので、橋向ではおかめさん、女性ですね、女性のお面をかぶった、緩やかな踊りが特徴です。次にあの続きますはひょっとこです。まあ、これはあの皆さんの言うまでもなく、軽快な愉快な踊りが、まあ、特徴なんですけども、まあ、よく見ると、顔がいろいろな表情がありまして、それぞれにいろいろなこう意味合いが持っているようです。で、橋向こうの、あのひょっとこは実はこう言われがありまして、これはあの、まあ、自分たちの先輩から私たちがあの受け継いで話を聞いてきたことなんですけども、橋向こうのひょっとこさんは茶会屋さんがモデルになっている。茶会屋さんのこう指をこう一本立てるっていうのがこう踊りの元になって、軽快な踊り、職人さんの踊りなんですねっていうふうに元になっています。まあ、これは橋向こうだけの話ですけど、では、早速早バカおかめひょっとこ続いていきます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。11月にあの無形文化財に登録されたのをきっかけに、これまであの鉾田2校、鉾田1校の附属中、そして鉾田南小と教育機関でも、足向こうだけじゃなくて八町内を協力して、まあ、授業の一環で、まあ、出囃子をやらせていただいてます。今あの踊りも大きいひょっとこから小さいひょっとこたくさんいたと思うんですけども、こうやってあの伝統を引き継いでいくっていうことがまた新たな一歩にこう変わったのかなという印象を持ちます。さて次はあの今度はあの今あのやった3曲はちょっと軽快な、まあ、おかめはゆっくりですけども、ラシの巡行に主にあるんですけど、次はあの、緩やかな曲を3曲ほど、1曲ずつちょっと説明をさせてもらいます。最初は親バカという曲です。親バカ、これはですね、まあ、橋向こうの言い伝えは、お嫁さんのこう働きぶりをねぎらった、お嫁さんにこう捧げる、ゆっくり休んでいいよっていうことをこう込めた曲だそうです。先輩方からそういうふうに自分は聞いてます。だからあのお囃子も、ゆったりめの調で、お祭りの巡行中はこれめったにやらないんで、まあ、結局自分たちもその談志の巡行があってちょっと一休みどこかでしようかなっていう時にやるんで、お祭り期間1回か2回しかやらないこうゆったりとした曲なので、ちょっと耳を傾けてください。では親バカ。気持ちになりますよね。では次は大量節。これはあの、まあ、サワラというか、千葉県の銚子地方で、まあ、生まれたいわゆるあの豊漁の時に奏でる歌ですね。それを元にした、お囃子です。踊りは今日はいますかね。あ、かわいいかわいいおかめさんが大量節を舞いますので、そちらも合わせて楽しんでください。では大量節。
踊りはあの小学生の女の子です。可愛いですね。次は、ヤマトという曲です。ヤマトという曲は、神様に捧げる、まあ、歌でして、これはですね、まあ、皆さん言うまでもなく、ここ神社はおみこしに神様を乗せて町中を練り歩くわけですよね。その練り歩いている最中は軽快なお囃子で我々は盛り上げるわけなんですけども、当番町のオカリアにこう鎮座した時に、そこに出向いた時にだけやるこう神様に捧げる、捧げるというか奉納する、曲です。ですから一つのお祭りの時に一度しかやらない曲なんで、まあ、耳にしたことがない方もいらっしゃるかと思います。一時期橋向こうでもこの大和という曲は数年間に及んで、まあ、途絶えた時期があったんですけども、その先の、鉾田林保存会というものが発足してから、昔のこう音源を探り出して今のこう大和という形に、なって引き継いでいます。では、大和です。あと3曲、続けていきます。次は、早箱を挟んで、狐と七丁目という曲があります。ちょっと格式が一歩高くなった曲でありまして、狐は、神様の、お使いとして、まあ、守り神というか、その悪霊がこうつかないように悪霊をこう振り払って、踊る激しい踊りであったり激しい曲調が特徴です。
続いて7丁目なんですが、これも神様に関係がありまして、橋本のお囃子の中で一番こうお囃子がこう盛り上がる曲で、神様が鉾神社を通ってこの参道をずっと出て、鬼沢、かつて鬼沢院が、まあ、クリニックさんですけど、あるところにこう向かうわけなんですけども、そこでおみこしがこう出てくるときに、囃子立てる、おかめとかひょっことか全員がこう踊りも総出て、盛り上げる賑やかな曲です。早バカ、キツネ、七丁目、続けて聴いてください。
照明でした。はしむこのお囃子はこれで一旦中断で、最後にはしむこは、三切りという曲をやらせていただきます。この後は古塾長さんの方に獅子舞の方を、やらせていただきます。また引き続き楽しんでください。でははしむこは一旦撤収です。もう少々お待ちください。はい、再び、はしむこで、今日の姉妹に三切りをやらせていただきます。皆さん聞くまででもないとは思うんですが、
お祭りの、まあ、始まりと、まあ、出汁の巡行前と出汁が閉まってきた時に、まあ、最後に奏でる、儀式の曲です。さぎりです。お囃子の方は、まあ、しまいになります。ご清聴ありがとうございました。最後に、橋向こう若党の温度で、今日のこの日を、まあ、清く締めるという意味で手締めをしたいと思います。お手を拝借。皆さん、あれです、先ほど、高校とか、小学校に出囃子で教育の一環として出向いてるっていう話をしましたが、その時手締めのやり方をいろいろレクチャーしてるんです。1本締め、3本締め、ほこたの先ほど古塾がやった手締めの仕方とか、まあ、今日はそういった説明はもう無論だと思いますので、橋向この若党の温度をもとに、皆さんで手を締めていただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。これにて本日予定しておりました全ての内容は終了しました。それでは最後に鉾田林市副会長本田剛より閉式の辞を述べさせていただきます。本日はお忙しい中ご列席いただきまして誠にありがとうございました。以上をもちまして、鉾田林披露式を、終了したいと思います。どうもありがとうございました。これをもちまして本日の式典を終了させていただきます。本日、まあ、鉾田林の、式典だったわけですけれども、会員一同
会長をはじめ会員一同でこれから鉾田林を保存して未来ある子どもたちへ伝えていければと思っておりますので、本日お集まりの皆様ご協力のほどよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。